え、今急に言う？ちょっと待ってて欲しかった。今日は41回目のアッキーのつぶやきでした。大きくして何を結構喋ってないで、今年初めてのアッキーのつぶやきです。もう1月最後の日なんですけどね。まあ、秋とおしゃべり喋ってるからそんなに久しぶりなイメージないんですけど、お久しぶりです。今は何人かいてくれてんねんな。もっくんとたくちゃんだけかな、ここのタイムライン出てくれてんのは。ありがとうございます。お久しぶりです。たくちゃん平日仕事だから見に来れんって。うん、そりゃそうだと思います。え、今こっちじゃない？そっちに変わったん？あ、そう。カメラに台あるんですけど、右のやつちょっと見にくかった。んで？あきちゃんもぴっちりスーツでその日挑んで、途中で破れたらどうすんの？でもなんか結構いつも思う、まあ前よりマシになったから今はもう破れる心配ないと思うけど、一時期ほんまなんかしゃがんだらこれ絶対あかんって思って、ちょっとしゃがみきられへんかった時あるもん。あ、そうや、オープニング明日の夕暮れでした。八木秀幸さんの方です。クロマチックハーモニカのね、歌なしの方です。いつなんか口気になる、皮がさ張り付いてんねんけど。で、よいしょ。今日のお知らせはほとんどなくって、2月9日のことだけですね。今日なんかのりさんとこの電車の中で何をしようかを考えてて、で1個ビンゴしようかなと思ってるんですよ。で、これ買ったからつってビンゴのこのカードをのりさんが買ってきました。でも景品はまだちゃんと決めてないんです。なんか最初な写真集、あ、写真集ちゃうないよそれ。写真を1個の景品にしようかみたいなのがあったけど、景品それもらってもなっていうことで、それはちょっと惜しかったなの残念賞で配るかとかってちょっと考えてました。ん？誰の？秋の？違う、のりさんがやん。秋の写真やろ？うん、そう。破れるって。でも今はそういう女性用のスーツとかパンツ多いよね。あ、そうそうそう。あ、そうそう、パンツスーツ。スカートは嫌やったんや、なんか。あ、タコさん、撮影会来てくるんやねって。あ、ほんまや。自分も10日楽しみって書いてんで。撮影会と沈殿とや、うん、9日もですか、たくちゃん。うん、沈殿もや、沈殿と、沈殿と、うん、撮影会やば。両方ってことやね。うん、10日の夜じゃなくてな。うん、みくちゃん写真の子や。あ、そっか、10日2つあるんやな、行事な。うん。なんかどんな感じで撮影会すんねやろ、想像ができへん、全然。変わるよ。うん、ほんまなんか写真写りいい人めっちゃいいなと思う。モデルの顔になる。うん。そうです。あ、ハイビジョンさん、皆さんこんにちは、ありがとうございます。あ、右ちゃうかったカメラ。ハイビジョンさん、ね、ありがとうございます。うん、前なんか送ってくれてたやん、終わってから。ありがとうございます。どうかと。そうです。ん、何、あー、そっかそっか、10日来てくれるっていうやつだね。今日眠くてさ、ろれつちゃんと回れんねんけど。
まあちゃんとあの回らないなりに喋っていきます。で何やったっけ、ビンゴの、そうそうやろうと思ってんね。これあれガラガラあるんやんな、ないんか、んガラガラないんやり方知らんの。頼むわ私は。マジでやらせすんの。嘘やん、ノリさんやり方知らんって、ビンゴのやり方知らん人って珍しくない？いビンゴめくったことめくるだけやから。めくるって何？いや言われてめくる側しかやったことなくて。ああめくるんじゃなくてこう潰すんやけどな。いやあそうなんや。じゃあガラガラないんやったらもうあれやんな、1からこれ何番まで変えたんやろ。ガラガラない。な80ぐらいまでかな。あじゃあ75までや。1から75の紙を作って箱の中に入れるかぐらいやな。いいやつ。いいよ、分かったよ。なんかのりさん今マスク自慢してきてんけど。あ鼻にフィットする感じのやつね。自分で作ったんそれ。なんか変なスポンジがさこう鼻のところに当たるようになってるやつやって。あ9日もだよって、ありがとうございます。わ初対面や。えたくちゃん言うてみやんか、さっきから。えじゃあうん、だから9日もだよって言ってくれて今、うん、はあなんかあれやな、だって20、えこれやユーストやったんって言っちゃったっけ、うん、何がユースト、うん、分かった分かったから。えユーストやりだしてからやから、もうめっちゃ何年越しかの対面やんね。あマジで、僕は嫁と行こうかと思ってましたが、やはり体調の都合で不参加ですみません。了解です。また体調いい時にぜひ一緒に来てください。現在28人、今あの28人やっと、揃ってるって言ったらおかしいな、28名参加が決まっております。あとはもうあれやね、2人から5人、えじゃあ2人から7人ぐらいの予定かまでまだ募集しておりますので、ぜひ参加してない方は参加してください。参加してない方、参加してない方、参加予定のない方、じゃあな、参加予定ない人は参加せへんな。なんかあの来てください。ガラガラ買った方が早そうやね。まあ確かにね、昔あったんやけどな、ガラガラ。あでもさ、ガラガラめっちゃ飛び散った、こう弾が出てこうへんかったり、こう出てくんねんけどポーンってさ、ちゃんと受け皿のところに受けてくれへんかったりするねん。あれ何2つ番号を出すの？何2つ番号って、いやな違うな、1から75、まあ紙で例えたら紙でもいいけど、丸ボードのガラガラでもいいけど、なんせその数字が出てくるやん。例えば1番出てきました、はい、1番探してあったらおる。それ分かる。番号一つずつ言うていくの？一つずつ、うんそうやね、うん、だってなあ、何番何番何番ってなったらさ、ビンゴの人がいっぱい出てくるやん。やり方分かれ。だから、まあ、最低な、もう超スーパー運が良かったら5回でビンゴになれるわな。チャオは4回でなれるわ。真ん中フリーやから、真ん中のところで最低こう 1,2,3,4 4つの数字揃ったらビンゴになるやろ。分かってないじゃん。ん分かってない。分かってます、ビンゴぐらいやったことありますし。ビンゴを知らん人のを知ったのがびっくりしたい私。ビンゴは知ってんけどやった側じゃないんで。あーいやでもさ、あの何参加する側でおったとしても絶対やり方わかるやん。一回一回毎回読んでるやろ人。注意して見てない。そうか。まあ嫁にはチンデン乗りに行こうって言ったままですが、うせや。奥さんだけ参加する。何さん風邪ですか？そうなんです、なんか咳風邪気味らしいです。今超流行ってるからね風邪、ほんまに気をつけて。今年の風邪はすごいよ、ほんまにめっちゃ風邪ひくからね。タクさんは岐阜やろ確か。
たくちゃん岐阜県、今月は月末と月始め忙しいわって。電車で来るか、バスで来るかな。何で来るんですか、たくちゃん。バスですか、電車ですか、徒歩ですか。超体に良さそう。いやもう岐阜から大阪まで歩いてきたら体に悪いな。ビンゴって外れたことない。いよいよ外れることしかなくない、普通。なぜかビンゴ当たります。リーチ早すぎて恥ずかしい。あ、でもさ、リーチ一番めっちゃ早いのにビンゴになれへん人もおるやんか、結構。あれ一番恥ずかしいよな。え、お前一番最初リーチになってから行かへんってこと。そう、リーチになったらあと一個な。わかる、リーチの意味。どっからどこまでしてんかわかんへんから。リーチちょっと待ってみたい。でも忘れた。なんかこう数字当たっていくやん。で開けていって、5つ並ばなあかんかった。まあ5つやな、うん。でも真ん中はこれ最初から開けていいから、穴の開いたのが5つ並ぶよ、ね、そう、縦横斜め数字並ぶはずない。うん、違うな、さすがにそれはもうしんどいやろ。数字5つ並べってなったらまずここには書いてないし、これいらんし。穴が開いて並んだらいいですね。そう、縦でも横でもこう斜めでもいいんやけど、あと1個っていうところでリーチって言わなあかんねんやんか。こう縦でもいいの、例えば2列目の縦とか。いいよ、ここ B よ、 B の縦。あ、そうでもいい。そう、横もこれで別にいいね、どこでも。真ん中色が変わってるの何、どれ、これ、うん、こうフリーだから最初から開けるとこだ。うん、これ最初から説明しなあかん感じになるよね。で、まあリーチ、リーチの話できてへんやん。最後、あと1個っていうところでリーチって言うんやけど、その時に結構立つことあるんやんか。立ったりなんか前に出たりとかすんねんけど、最初、一番最初らへんで出てんのに、もうさ、結局他の人にビンゴを取られて、ビンゴになれへんかったっていう人も。そういう人言ってるよ。うん、そうはね。それ一番嫌やな、思って。でも、もっくんな、当たるからいいやん。来へんかったら当たれ。うん。じゃあ、いや、もう、呼んでる？ビンゴって外れたことないって。あ、のりさんの出てくんの遅いんか。で、ビンゴ当たりますって書いてるから、まあ、当たるんやったらいいやんかって。さくちゃん、あれやね、岐阜から歩いたらだっと思う。歩いていこうか。9日到着予定やから、何日ぐらいかかんねやろうな。ずっと歩きっぱなしはしんどいから絶対休むやろ。っていうことは、まあ、5日ぐらいに出てくれたら間に合うかな。でも昔の人ってさ、歩くんやもんな、電車とかないから遠いとこまでさ。岐阜って考えたらすごいよな。岐阜城は行ったことあんね。うん、ちょっと待って、今めっちゃショックやったから。あきちゃんはやつれてたのが随分戻った感じちゃうねん。どこどこ。一番上、あきちゃんの悪い数ですか。いや、私映すないで、その時会ってないか。そうはね、あの、うん、違う、やつれてたのんじゃなくって、インフルエンザやから。え、インフルエンザやから。そうそう、あの、痩せてたのにまた食べて戻ったっていう感じですね。めっちゃショックやった、早かったもん。昨日測ったらさ、戻ってたからさ、ちょっと待ってやと思って、せっかくしんどい思いして痩せたのに。簡単なことだよね。うん、食べるから。昨日テレビでやっとってん、そういや。なんか女の子モデルさんとかでさ、私めっちゃ細いのに、私めっちゃ大食いなんですとか言って、そんな大して食べへんのに言ってる女の子がムカつくみたいな話をやってて、で、その中に、まあ、男の人と女の人がその中で喋ってて、お客さんからそういう手紙をもらって読んでんねん、読むやつやねんけど、その女の子もめっちゃ細い子やねん。で、なんか、男の人、司会者の人が、男並みに食べるってなったら大体どんくらいっていうのを言ってて、で、男の人が、ラーメンで例えたらラーメン2杯とか、ラーメンとチャーハンと餃子とかとか言っててやんか。ほんで、女の人が、そのラーメンとチャーハンと半餃子ぐらい食べますって言ったから、ああ、じゃあ男並みやなみたいな感じで、それで大食いって言われ、大食いでなんか言ってもいいよみたいな感じになったんや。説明とかせやわ。でな、さっぱり分からん。じゃあ、ほんとりあえず女の人はよく食べるねっていうのを認められてん、その男の人に。細い人って、私いっぱい食べるんですって言ってもちょっとぐらいやんか。
でもその女の人はほんまにラーメンと半餃子とチャーハンを食べるからよく食べるっていうのをその男の人に認められたのはいいねん。でそれを見てる時にえラーメンとさチャーハンと餃子食べんのってそれ別によく食べたなとかじゃなくって普通じゃないんとか思って全然それ以上食べれんねんけどなって思ったら、あ私なんか大食いとかじゃなくってそれ超えてんねやと思ってさショックやってん。何あこれ上扇風機ないかだから何ちょっと待って喋りすぎて。こう？あ、あいてちゃん闇病み上がりには見えないな。そう結構元気になってただちょっと眠たいっていうそんだけ。これあれやな下屋の方がいいわごめん。ほらわがまま。もうちょっとよく置いて。なんでなん？だって線いっぱいある。持っとこか。線どけて。え？線どけておいて。うーんよいしょ見えるこれ。よいしょんで線どけておいて、それここに置く。もうちょっと動かして。どっちに？手前。押して押してで、もうちょっとこっち向けて。反対反対反対細かいあ、もっくん、あきちゃんはまだ若い証拠やと。そこの細い人は細いからね。うん、私さ小食なんて多分女の人のよく食べたぐらいなんやろうなで、なんか昨日それ見てめっちゃショックやってさ、うわーと思って。でも私多分普通に女の人並みに食べるようになったら一瞬で痩せるんやなって思った。うん、はい、そんな話でした。なんでその話になったんかも分からへんけどさ、とりあえずそれ衝撃的やって。なんか衝撃的なの他にもあってんけどな、何あったかな忘れてしもうたな。社会の案内できるか。社会の案内、うん、山田が越えてからどうせ。だってのりさんが言ってるやん、さっきに。ああなんかなんとか見えた見えたって言って興奮してそういやでもチンチン電車でさ、なんかわーって喋られへんやん、そんなん普段。すごいな、貴重やな、そのワーワー時間みんなおとなしいんかな、うるさいんかな、楽しみ。なんかあの、あれ、そうそう、何あれやってもらおうかな思ってんね。うん、綾小路麗華を。は綾小路麗華を秋にやってもらおう思ってんね、うん、無理。綾小路秋子、あんなに私、回転早くない。今日は皆さんどちらから来てますかみたいな感じで、うん、あれいいや、のりさんさ、カツラつけてやってや。練習しとき、綾小路秋。やりません。いやですのりさんが髪の毛さ、なんかあるやん、ウィッグとかさつけて女装してみてほしいな。絶対面白いのに。え、男の人がやったらレイコになれへんからさ。あやの工事レイコ面白いで、うん、今日はどちらか。でもあの人は元祖のやつが一番面白い。元祖か知らんけどさ、何人目かも分からへんけど、なんか最近だってあのユニバーのターミネーターの話やねんけど、その中で綾小路麗子さんっていう女の人がさ、麗子さん、麗華、麗華、あごめん間違えた、え麗華やったっけっていう人がなんかすごい毒舌で、毒舌じゃないんやけど、まあ結構暴言吐くんよ普通のお客さんに。でそれをがめっちゃ面白いんやけど、もともとなんかすごいほんまにこの人こういう性格してるんちゃうかなっていう人がおって、で最近ちょっと前に行った時になんかその人じゃなくなってたからさ、あなんかちょっとキャラ作ってはるなとか、
無理あるなって思いながら見とってんけど、だからその元祖の人が一番面白い。ん？これは誰ですか？X ルー03701。こんにちは。あ、どうもこんにちは。写真とあのお名前が全然わからないんですけど、どちら様ですか？初かな？初めましてとか？いや違うな。初めましてやったらこんにちはじゃないんかな。初めましてになるのかな。どうも秋です。今分かってないからちょっと適当な挨拶しかできてないけど。私を知ってる人ですか？知らない人ですか？あ、あれあれ。ウータン。ウータン？ユータンとかじゃなくって？そうそう。あ、ユータン？姫路の姫路の。ユータンかな？参加してくれる。あー、わかった。どうも、お久しぶりです。合ってる？合ってるよ。今見た写真。お、オッケー。なんかこの03701にさ、めっちゃ親近感湧くんやけど。確認しといてな、9日。あ、9日お待ちしております。なんかビンゴやる予定なんで。ほんまにやろ。え、ちょっと待ってや、何でみんなで参加ってきたんよ。いや、一応こうたんや、どないしようか。ああ、いや、もう言っちゃったよ、私ここで。しかもノリさんにちゃんとこのビンゴのやり方まで説明したのに。あ、そうそう、一人の、うん、私の連れ、昔のネットの連れが、うん、千葉県から参加してくるんやけど、うん、ウクレレ持っていくって、ね、マジで？マジで？ウクレレ持って行ってもいいかって。いいよいいよって。それから沈殿の中で弾いてもらう。あー、面白い。これな、夏やったらめっちゃタイミング良かったのにな。いきなり申し込みあって、うん、ウクレレ持って行ってもいいかって言うから、うん、いいよいいよって言って。面白い。なんかみんなあれやな、結構あの秋田さんはタロットカード持ってきてくれるって言ってるしな。そう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 、面白いな。アイトちゃんが、アキちゃん元気になったから飲みまくれるな。うん、でもな、なんかな、この前もな、ビールいっぱいで眠くなったからな、ちょっと控えめにしようと思ってます。あとなんか、あの前に酔いユーストみたいなやった時みたいには結構すぐ簡単になるから。頼むで。そう、あれぐらいやったら私全然マシな方がいいねやんか。一番多分あのいい追い方の代表例があれやから、うんね、ちょっとにしとけよってなるでしょ。まあな、そうなんだよ。山さんがまだ分からへんからな。うん、遅れでやってもうて、うん、遅れで電車の中でやってもらおうか。うん、いいと思う。それぐらいからね。だって電車の中以外どこでやるん？社会歩きながら行く。じゃあパプリカじゃなくてな。うん、電車の中で、ね、あ、そうや、なんかさ、梅田とか天王寺とかでさ、あの外国の音楽弾いてる人おるんやけど、うまい。外国人がさ結構弾いてんねん、マジで。ほんま毎日か知らんけど、うちは天王寺で毎週毎週見かけんねやんか。たまに休んでるけど、うん、お店でかかってそうな音楽。あれはどっか、そこの国の楽器なんかな。変わった、なんて言ったの、ピッコロみたいなイメージ。あのピッコロの、あの早く着く人は、うん、大阪に早く着く人は、うん、うん、通天閣にね、うん、行ってもうたらええんやけども、ちょっと案内はできへんけどね、うん、時間的に。通天閣、そうやな、通天閣いいな。通天閣、天王寺、天王寺やったらどこがいいと思う？のりさん、あんまなんか遠く行ってさ戻ってくるのめんどくさいやん、沈殿のところ。やっぱ通天閣近いやん。近いか、一駅あるやん、だって。あれ、これあれじゃない、U ターンじゃないの。え、あ、変えたんやな。あ、うん、あれに変えてん、あのツイッターに。あ、オッケーオッケー。こんにちは、この時間帯へは初見です。あ、ありがとうございます。あ、 U ターンとあれさ、この前喋ったんで、夜来てくれたんかも。からん、夜かな、あ
酔いだれの時な、うん、なんかうち絡んだ記憶があるんだ誰にでも絡む、うん、もう一番はプチアールさんやってんけどな本間に頑張ろう。私さ、みんなにはそんなんせえへんけど、普通にさ、なんか昔っから知ってる友達とかおるやんかとか、どう飲みに行ったらなんか結構普通にな、はあ、思い出さんとこいいや、曲流そうか、うん、曲流そうか、そうしよっか。今日も曲は、間の曲は1曲です。今日めっちゃかま、藤田舞ちゃん、この子は10日に来てくれる女の子なんですけど、その女の子の願いっていう曲を流します。
いや、うん、音が途切れ途切れてます。今もう終わった？はいはい、今の曲は藤田舞ちゃんの願いやったんですけど、音がめっちゃ途切れ途切れで調子悪くてすいません。前か。この歌は、2月10日に生で歌う予定の曲なんで、ぜひ生で聴いてください。今日最初のやつもそうやったん？うん。見たよな、あのちょっと最初重たい言うてやろ。うん。一回聞いたらよかったんやけど。うん。そのままスタートしたから。ああ。それで重たいまんまなんや。そこの重たいのはよくわからん。なんか電波の問題なんかなっていつも思ってまうから。なんかお知らせなかったかな。もうないんか。千田高さんどうなのかな。ん？千田高さんが。千田高さん。美味しいケーキを作る。どうなんやろ。10日ライブに来てくれますか。え、ライブの方？それともみくちゃんの方？ライブ。ライブの方？やな、どうかな、2つあるもんな、領事な、忙しそう。のりさんもめっちゃ忙しいんじゃん。場所一緒やったっけ。場所一緒やけどな、うん、3ついっぺんにやったからね、神殿と撮影会とライブと、うん、ほんまは別々でもいけるぐらいのやつ、うん、うん、あ、今僕の配信環境はパソコン3台つないでミキサーつないでやってますよ。それはどうなんですか？軽くなるってことですか？重くなるってことですか？すごいな、今なんかパソコン3つ並んでる環境を想像したけど、あの、なんていうの？機械化って英語で言ってっていう感じ。エンジニア系ね。あとは若者は堺来てるけど空中はあかんのか。あれ10日無理やねんって。誰？辻かかさん。そう、ほんま何回か配信は覗いてますよ。10日は遠いので無理っすって。え、あれマジですか。ありがとうございます。配信覗いてくれててんて、ありがとうございます。またあの書けるときはぜひ書きに来てください。3回になってた。3回なっとったん。あら、なんかね、のりさん曰くなんか、フェイスブックのやつで参加になってたみたいなんですけど、9日行けるのを間違ってとかじゃなくて、あ、でも遠いからやったら9日も10日も無理なんか。そうやな。わかりました。また、来れたら、ぜひ参加してください。じゃあ、おじさん、ありがとうございます。のりさん、あきちゃん、こんにちは。出張パソコン教室から帰りました。お疲れ様です。私、めっちゃ声枯れてるわ。なんか、昨日とさ、おとついめっちゃ、大声っていうか、あのな、6.5 時間ぐらいずっと叫び続けてたんよ。そういうイベント的なもんがあったもんで。じゃあ、超声枯れて、1日目はまだよかった。昨日はなんか、MC でも。MC よりもっとタッチ悪い。MC なんかそんな叫ばへんやんか。あーんって言えへんやろ。普通に喋っとったらいいだけやん。マイク通して。スーツ着て。え？やっぱりスーツ持ってんやん。持ってんのは持ってるよ、一応。昔。高校。毎回スーツで来てた。高校ぐらいの時のやつやけど。ユースト配信と勘違いして参加にしてしまったかもですやって。ああ、なるほどね。そうじゃないかなと思ってた。了解です。ああ、それね。なうちずっと思ってたんやけどさ、あのイベント招待とか来るやんか、なあ
ね。聞いてる？はい。あ、ピチャルさんがやっと小顔で可愛いアキちゃんが見れた。夜の出張パソコン教室も頑張ります。ありがとうございます。ふくんやめてくれます？飲んでよ、いいやんか別にな。ありがとう。笑いすぎ。で、じゃあね、な、何やったっけ、イベントのお誘いあるやんのにさ、はい、あれってほんまに来てほしいからやってるんやと思う。ちゃう、なんか一斉送信みたいなのやっていいんかな思って。一斉送信してるわなあ。いやだからあれ本当は選んで送ったらいいんやけど、うん、やん、一斉送信してる人の方が多いね。うん、うん、だって普通にさ、うちになんかイベントの招待来たりしたことあんねんけど、絡んでんねんけど、一回もなんつったんや、コメント書いたこともないし、書いてもらったこともないし、メールしたわけでもないのに、うん、なんかちょっと親しそうな感じのイベントの招待を来てさ、これ絶対私に送ってないやろって、なんで送ってくんねんやろと思って。でもなんか不参加って押すのも押しにくいし、参加せえへんしな。一斉送信してる場合が多いね。本当は選ばなあかんねんけど、うん、もしうち本なんめっちゃ行く気満々になったらどうすんねやろ思って。行く気満々だと言ったらいい。まあそうやねんけどさ。なんか行ったって別にな、人見知りするし。もっと顔が小さくて。お前は顔が小さくなっていうことを期待してます。怖っ。どうしようかな、髪の毛染めに行こうかな。もうほらちょうど黒い部分出てるし。でもこれいつもさあれやねんな、これで見たら黒い部分より今は黒い部分1センチも出てないねんけど、もっと黒く見えんねん。染めたてとかでもなんかこの辺黒く見える。髪の毛触りすぎてボサボサって思った。パーソナリティさんが全国にいるのでスカイプの負荷がかなりあるので、分散させて配信してます。あー、そういう意味ね。とかそれ一台のパソコンやったらしんどいってことか。なるほどね、わかりました意味が。そうか、そうやったんか、やっぱ一斉送信か。うん。そうやな、なんかちょっとだけ読んでくれてんのかなとかって思ったのに、であもうごめんなさい行かれへんわみたいな感じで考えとったのに、呼ばれてもないやんか。なんとも思ってないな。なあ。いいよもう、知ってるもん、気づいてるもん、だから何も押してないんやもん。イベントな、市長さんはダメでした。あ、そうなんや、うん、なんでなん、なんでなんって言ってもな、スケジュールが大変かったんや。日が近すぎたからな、言うのが。あ、みんなにはめっちゃ前もって言っとったのにな。声枯れてるわ。市長に早く言うとけばよかった。まあいいやん、区役所の人。え、あの人は来れるんやろ。うん、職員の人ね、一人。じゃあいいんちゃう、市長さんの代わりしてもらおう。で、コンベンション協会も休みやからあかんとか言って。何それ。まあ言ってんか。うん、休みやからって。へえ。観光って大体休みの日やろと思うんやけど。うん、まあな、休みじゃなかったらいいんや。いや、仕事つくんの嫌がんねん。休みの日に？いやいや、どんなことでも新しい仕事が増えることが嫌がんねん。うん、やる気ないな。ないね。こっちが一生懸命になってんだな。うん。最初。うまや、なくなっちゃえ。なくなっちゃえ。まあな、やる気のやるある人もな、結構おるはずやからな。その人たちは残って、なんかあんまりすることのない人とかは2月9日まであと何日。ちょっと待って、お前もうちょっとや。え、今日待つやろ、あと9日や。いい、あと1週間で2日やんね。早いね。うん、今日31日やから 1,2,3,4,5。 なんか言うてるけど、もう来週、うん、来週やからな。うん、ほんまに来週で。あー、めっちゃ早い。はぁ、やぁ、28言うて。え、28？ 何が引いてるから。え、あ、宣伝イベントは今何人ですか。今、28人になってます。あと2人から、5人、じゃあ 2,
2人から7人まで募集しております。ネットでは18人やけど、うん、ローカルで10人、うん、直接申し込みがあったんで、うん、で28人になりました。アクエリ飲むのをもう少し我慢したら小顔になるよね。僕もスイムですぐむくむ。でもさ、うち普通にさ全然飲んでない時な、1日で500ミリとかしか飲んでないんちゃうんって思う日があってんやから、だからこれではあかんと思って、お腹減るねん水分取らへんかったら、だから水分取ってお腹いっぱいにしようと思ってさ、で今いっぱい飲みます計画してんねん。すごい盛況ぶりって、ほんまなんか、うん、とりあえず2人を免れたんで助かりました。え、ああ2人、うん、そうそうそう、チンチンって2人で、うん、なんそうやな、あと2人やな。誰かな。まあせやけど何か言いながらね、うん、2月10日の方は何人ですかって。2月10日の方はね、分からへんねん。え、ローカルで勝てあるかな、分からへん。2月10日は謎な感じです。なんかちゃんと把握でき入れてない。でもそこまでな、別に何人募集とか、まあ満杯にしたい、9日よりはマシなんやろ。満杯にしたいから30人にしたいんやけど、うん、まだローカルで来てくれる人が何人ぐらいいてるかが分からへんよね。ネットは分かってるけどな、うん、あ、それで分からへんって言ってんねや。あ、アクエじゃなくて、え、ちょっと待って、みんなアクエって言ってるけど、なんでな？え、みんなほんまにそんな感じの言い方するんや。私もっくん言い抜けてるんや思ってたわ。これ方便なんかな。 H2O がおすすめだよ。 H2O も飲んでた。あ、そうそう、あの秋な、うん、9日の日に、うん、ゆくちゃんに大阪弁をしたって。女の子が使う大阪弁、あくる日や挨拶するの大阪弁で喋りって言った。難しいなあ。プチさんが2月10日はいけるかもやって、ちょっと調整中って。マジですか。え、どっちですか、お昼ですか夜ですか。夜かな、ライブの方ですか。お昼って撮影会じゃないよ。今、うん、撮影会だって分からんやん。10日だけやった昼か午後か分からんけど、内容考えたら夜かなと思って。おお、2月10日な、いいな。ライブうちも行きたかったな。日曜日な。あ、そっか、でもあれやな、世の中の人は11日休みやもんね。やもんね、そうやな。10日あれやな、え、時間何時からやったっけ。7時、晩が、うん、昼は、昼は2時から何時。1時間半。え、みんなほんな何すんの、その1時間半終わってから、撮影会終わって。もう解散やん、それは。でも晩も見る人やったら同じ場所なの。だってそれは分からん、どないしない。適当になんかまあ喋ったり、ちょっと近所ブラブラしたりとか、うん、それは一旦どっか出ていくやろ。まあな、でもどっか出るにもちょっと中途半端な時間やな。まあでもなんとかなるか、4時間とかあったらいけるか。うん、私も撮りたいな。撮りや、のりさん。これ。ああ、撮らなあかんのか。ああ。あ、で、当日、沈殿のやつは、うん、こちらの方でビデオ撮影します。ああ、です。いや、もうのりさんの声入ってるからいいかな。入ってないです。え、入ってないの？9日の、神殿の方のビデオ撮影はこちらの方で写します。私と秋で、のりさんと秋で。あ、うちも写したい、なんとかでーすとか言って言ってやりたい。いや、あれや、なんかドラマのやつでさ、前押せたるから大丈夫やな。え、あ、そっち系、こう動かすんじゃなくて、だから、う、持たなかったからな。うん、こらならないように。
仕事中なので窓枠にあきちゃんだけ出してデスクワーク中です、やってありがとうございます。ほんなんあれかな、何喋ってるとかは聞こえてないかな、きっとな撮影会はどうかな、時間が空いたらのりさん宅で休憩しようかな、やって私も休憩する間がない、せやな、のりさんがあと取らなあかんからや、うん、みくちゃんを、あ、みくちゃんも撮るんや、ビデオ、あのイメージビデオと、うん、街中の、撮影会な、あ、そうなんや、神殿前の会社のところ走ってたはずやし、本当に行きたかったな、うん、来てほしかった、なんで今体調悪くするん、私風邪外したのに私が危ない、無理やりやな、みんなちょっと2月9日だけめっちゃ元気になるとかないかな、みんなほんあれよ、インフルエンザとか風邪とか気をつけてよ、あとなんかほらバーンって急に倒れたりとかさ、体調万全でよろしくお願いしますな、のりさん、のりさん風邪なってて、うーんとか言って言ってたらあかんね、ほんまに変わられへんからね、私のりさん来へんかったって、私ほんまに自由にやってるからな、怖いで、後で見んのビデオ、そやから最初からずっと市役所までだいたい流れを追って、うん、ビデオ撮影しようか、ね、うん、後でまた、うん、アホギなんかピュンピュンってなってる、ずっとなってるんじゃん、ここ見てなかった、全然そう、あのプチャーさん来れるかもわからへんで、うん、あれね、ウーちゃん、ユータン、ユータン、うん、ユータン、もうあれやな、何これ、ユー、ユー出てるからウーやと思ってんねんな、ローマ字読みしてまうねんな、のりさん、ユータンがどうしたん、ユータンはどないしてくれんの、ジェアールで来るかな、あと何があるん、姫路、姫路あるやんな、意外と近いよな、2、3時間とかじゃなかったっけ、あー、まあ2月に入ったらはっきりします、明日から2月やからな、11日の予定がなかったらいけるのですが、生徒さん次第です、了解です、そっかそっか、連休やもんね、ほんまは、プチャールさんの泊まるホテルの前を通って市役所行きます、うん、そうか、市役所のとこか、でそっから歩くんやな、まあとにかくね、堺市をやっぱりちょっとね、うん、ちゃんと分かってもらうように、うん、解説ちゃんとして、市役所行ったらな、結構分かるんじゃん、なんかいろんな説明とかちゃんと載ってるし、展示物とかもちょっとあるし、晴れてたらね、景色が、ほんまや、ちょっと待って、雨のこと考えてない、最悪やな、雨降ってたら、景色がね、うん、景色ひどいし、外歩くときもザーとかなってるし、今どんだけ大な大雨降らすねんな、あきらさんが雨男らしいわ、マジで、うん、私一応晴れ女やねんな、でみくちゃんが晴れ女らしいわ、うん、あ、じゃあ全然大丈夫、で、秋は晴れ女、そやな、秋と USJ とか行くとき比較的晴れが多いもんな、うん、そう、昔は雨女やってんけど、雨女が成長したら晴れ女になるらしいあ、プチさんが町屋かも行きたいのですが、ちくまもやってねえ、もうほんま行ってほしい、プチさんなあ、ずっとちくまって言ってくれてるからさ、言ってくれてるからってちくまの人かちくまの宣伝部長みたいになってるから食べてないけどなうん、ちょっと待って、動画は撮ってないな、私はもう今あれやねんな、お好み焼きに超ハマってんねんな、
なんか、うん、何かとお好み焼き食べたくなる。でも世の中で一番好きなのは何ってなったらパスタっていう。パスタが好きなわけじゃないね。パスタは好きやねんけど、五右衛門のパスタが好きやねん。今禁断症状出てるから。あーそうなんです。もっくんね、なんかちょっと体調が悪くって、ほんま奥さんと一緒に来る予定やったらしいんですけど、来れなくなってるんですって。でもっくんの奥さんはまだ来へんことを知らないみたいなんです。一応もっくんの奥さんはな、あのさっきまだ言ってないって行かれへんの。だから多分行くつもりでいてくれてるんかもね。大丈夫なんじゃ。良くなったらな、来てほしいな。もっくん見たいのにな、もっくんめっちゃ見たいのに、神戸やのになんで会ったことないんっていう感じやねんけどな。ほんまに。もっくんやんちゃん来たら一発で来ないけどね。ちょっとどういうこともっくん。ほんまに吊るすよ。なんてこと、大阪やんちゃんいてるやん。もしかしたらもう僕まれにな可能性で会うかもせえへんやん、その辺おったらな。予定は空けてるんですが、最近ずっと寝てるので体あれよ、チャリンコ乗られへんくなるよ。運動がてらに自転車で大阪来るとか、そういうプランとか作ってみる。まあでもほぼ満杯で発車できそうやけどね。うん、うん、30人やったら満杯やからな。そうやな、うん、みんなの体調悪くなりませんように。ほんまにあの風邪だけみんなね、うん、注意してもらって。うん、私の声聞こえてない。もう全員や、あ、風邪だけみんな注意してもらって。そう、嫁は何も知りません。その状況面白いよな。今回は堺、3月は和歌山、姫路の予定です。おお、4月以降は東北の予定。もうめっちゃ行く。静岡も鹿児島も行きたいね。私今年は福岡に行く予定です。あのラーメン食べにね、ラーメン、屋台に行く予定です。6月から、うん、ピーチが石垣島に飛ぶんやんか、うん、石垣島ってどこ。沖縄ずっとまだ南、沖縄じゃなくて尖閣諸島の近くやん、どっちか言うと。うん、だから韓国から直で行けるようになるね、6月から、うんうん、今まではあかんかった。で石垣島に友達が行ったから、うん、来い来いって言って。いいやんピーチな。便利やんな、安いやつできたらな。この前テレビのやつでピーチのやつやってた。次回な、うん、2月のあれはどないするかな。つなの2月の7日は却下。お花言うといて。次、あ、もうそっか、次の言わなあかんねん。次回は2月の9日があるんで、その次の週の2月のいつだったっけ、14日の配信になります。でだから今日が、9日までの最後やから。あ、そっか、ちゃんと呼びかけて最後にね、最後に呼びかける、うん、そしたら、ラストでかけるわ。うん、じゃあ最後のエンディング曲を流します。今日も明日の夕暮れ、まゆみさんバージョンの曲です。ちょっと途切れるかもわからんけど。あ、そうや、途切れるかもしれないんですけど、そこはちょっと我慢して聴いてみてください。電車も今乗ってないんや。薬の副作用もほんと寝込んでます。今日は頑張って起きてます。あ、元気。あ、ほんまや、2月14日ってバレンタインデーだねって。あ、楽しみにしておきます。
がこう、やりますそれ今言おうな、それ今言おう、言ってくれて、言うわ、っていうか、私声入ってるしゃ、入ってる、これ待ってね、今日次回はもう沈殿乗った後になるので今日がラストっていうことで、まあ、皆さん最後のこちらお知らせなんですけど、ぜひ2月9日と10日、まあメインとじゃなかったどうでしょうメイン9日でぜひ沈殿に乗りに来てください。あ、そうそっか、ね、堺の、まあ、いろんな歴史とか面白いところとかのお酒とかカラオケとかなんかいっぱいいろんなことがあるので絶対楽しいと思いますので、大阪までぜひ遊びに来てください。あと大阪付近の方はぜひ大阪まで寄ってみてください。お待ちしております。もーくん配らない、みんなお腹痛くなるから。私ほんまたまにさ、なんかチョコ系作ったことあんねんけど、前もめっちゃ気持ち悪くなってさなんか失敗すんのよな。だからチョコレート系はもう溶かして固まるしかできへん嘘やん、ちょっと待ってこいつさん、お腹痛くなるチョコレートでもいいんかな沈殿イベントでチョコくれるの嬉しいなって期待しています。うーん、あ、もうほんなビンゴの原因にしてしまおうかな、毒入りチョコレートな、2月14日はぜひのりさんから逆チョコもらおうかな。じゃあ私はそういうところ女の子やねんなって思うわ、性別。ほんと9日10日楽しんできてください。ありがとうございます。なんかほんまに初対面めっちゃ多くって楽しみ。うん、 U ターンはほんまにちょっと前に喋んのも初やし、会うのも初やし、一番最短距離やったんちゃうかな、多分ここに来てくれて会うまでの日にちがなんなん、秋田の彼氏残念や。私ちょっと昔中学校に渡した時以来作ってない。何を、ああ、これ、新年乗りたいね。3つちょっと待ってな、乗りたいね。そうか今日音楽ボロボロやわ。ほんま、私が喋ってんのもなんかボロボロやねんけど声かけ途切れてんかな、どうなんやろ、声途切れてるんかな。でも途切れてたら誰か言ってるくない。うん、うちな、喉治ったらいいな。ほんまあかんわ、叫んだあかん、叫ばなあかんかってん、叫ぶ時に私あれ仕事入れられて3日間だけやった。なんてこっちゃ、あは僕自転車で大阪行ったらあきさん連絡します、ぜひ連絡してくださいチャリンコで大阪、まあ来れんことないんよ。音楽終わった、無理かな。あ、終わった音楽。うん、そうか、じゃあ録画の皆さん、これぜひ9日までに見てたら9日参加してください、ギリギリでもまあ多分大丈夫やと思うんで全あ、もうカメラ前やと思ってるのに、ギリギリでも大丈夫だと思うので、まあ、のりさん宛にぜひ参加を連絡お待ちしております。はい、あ、今は綺麗ですよとって、よかった。では、録画の皆さん、また次回9日でお待ちしております。あ、9日ね。そうそうそう。配信は14日。うん、配信は14日です。来れる方は9日お待ちしております。楽しみにしてます。またねー。